ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回はイエスコイン、スワイプするイエスコインの方ですけれども、こちらがですね、この一番上にですねイベントをやってるということで、ね、こちらタップするとテレグラム立ち上がりまして、まあ、イベントの内容をやってますと。でこのイベントが今日までということなので、ちょっとね慌てて動画を撮ってますと。はい。でイエスコインなんですけれどもね、2つあります。スワイプして稼ぐやつと、あとタップして稼ぐやつ、こちらがねスワイプして稼ぐやつなんですけれども、はい、こちらの QR コードから読み取ってアクセスしてみてください。でもう一つがですね、こちらですね、タップしてやるイエスコイン、2つイエスコイン、テレグラムのアプリであるのでね、まあ両方ともね一緒にやっていただければと思います。はい。でもう一つのイエスコイン、こちらの動画で詳しく解説してますので、それぞれねタップする、マイニングアプリとスワイプするマイニングアプリ、それぞれテレグラムで動くアプリやってますので、ぜひね登録してみてください。はい。じゃあですね、本題ですけれども、まずねイエスコインなんですけれども、わずか11週間でテレグラムの登録者数が1000万人に達しましたと。すでに世界のトップ5チャンネルに入ってますということで、ね、様々な国から来ており、様々な時間帯に住み、様々な言語を話し、様々な文化を大切にしていますが、共通の夢のために団結しています。イエスがあれば未来はあなたのものです。イエスと言いましょうということでね。はい。でこのね1000万人を突破したということで、キャンペーンをねやってましたとね。ちょっと過去形になって申し訳ないんですけど、2つやっていて、まず1つ目もう終わっちゃったんですけれども、このね、イエス TG チャンネルフェスティバルが正式に始まりましたということで、7月8日からね、始まっていましたと。でこちらがですね、アクティブユーザーをランダムに選択してテレグラムプレミアムサブスクリプションをプレゼントしますということで、合計100人ですかね、10、30、30、30ということで、まあテレグラムにしょっちゅうね参加してこういいねとかね、リアクションしていた人を運営側で100名選んでプレゼントしましたと。でプレゼントの内容はテレグラムのプレミアムサービスですね、これを3ヶ月間無料で使用できる権利をねプレゼントしますということで、100名ね当たった方はおめでとうございますと。でキャンペーンの2が今まさにやっていて、これもね7月9日から1週間やってたらしいんですけど、私ね気づかなくて、今朝気づいて慌てて動画を撮ってるということで、みんな寂しい次のサプライズを準備していたんだけど、ここにありますと。イベント2ポイント2倍ということで、今からイエスコイナーズはスワイプでポイントを獲得できます。この特典を有効にするにはログインが必要ですと。そして招待した新しい友達ごとに、友達とあなたの両方が報酬としてパイポイントを受け取りますということで、これですねポイントが2倍になるということでね、今から始めた人でも2倍になりますので、ぜひですね、まだイエスコインやってないよという方ね、この動画初めて見てよという方は、イエスコイン、まあスワイプとタップと2つあるんですけども、2つともやってください。で、2倍になるのはスワイプの方ですね。はい。なので、ぜひね、やってみてください。で、ね、ちょっと動画撮るのが遅れて申し訳なかったんですけれども、7月16日の10時 UTC なので、日本時間だとこれに9足しますので、7月16日本日の19時までですね、19時までに登録した方はまあ2倍になるよということなので、ぜひですねまだやってない方は19時までに頑張って登録していただければと思います。なのでね、この動画見たらすぐにね、イエスコインやっていただけたらと思います。はい。で、イエスコインやり方簡単で、テレグラム登録してある人だったら、こちらのね、QR コード読めばすぐに、テレグラムボットのページに立ち上がりますので、あとはそこでね、こうタップしていけば、多分、説明なくても、なんとなくわかると思います。で、もしね、わかんなかったら、こちらの動画で詳しく解説してますので、この動画見ながらね、はい、遊んでいただければと思います。で、イエスコインなんですけれども、結構やっぱり急成長しているのも理由があって、結構ね、いろんなメディアで取り上げられていたり、で、最近はですね、これ台湾で行われた、なんかね、トン、ね、テレグラムトークンの、イベント、ファウンデーションのスピーカーやトンコミュニティの他のリーダーともに最大のトンサミットで講演するよう招待されましたということで、まあね、テレグラムのね、アプリ、トークンを使うアプリの、まあ、イベント、サミットに招待されたということで、まあ、かなりその運営側からも、トンの運営側からも注目されていますと、
で、さらにこちらがですね、コインデスクの記事に取り上げられましたよっていうことでツイッターでつぶやかれてました。でもう一つがですね、バイビットですね、バイビットのなんか、学ぶコンテンツがあるんですかね、そこでイエスコイン取り上げられたということで、これはまあ将来的にバイビットに上場するんだよということを暗示してるんじゃないかとね思いますとね。多分バイビット側もこうねラブコールを送ってるし、多分イエスコインとしてもこんなことされたらバイビットに上場しないわけにはいかないじゃんっていう感じだと思うので、これ多分そのまま自然の流れでいくとバイビットに上場するんじゃないかと思いますので、まあね、ティア1のね取引所に上場するということでかなり注目されて価格も上がるんじゃなかろうかとね期待しています。まあ私が勝手に期待してるだけなんでね、本当に上がるかどうかってわからないんですけども、ただですね、以前ね、テレグラムボットアプリでノットコインってあったんですけれども、これがですね、私、まあ、iPhone と Android を2つ電話持ってるので、片方は、これ、紹介なしでやったやつですね。はい、紹介なしでやっても、しかも、ボット使って24時間に1回、12時間ごとに1回か、タップして、このね、ポイントを稼いでるだけで、まあ、結果的にね、300ドルくらい、無料でもらえましたと。で、今ちょっと値段下がって220ドルくらいにはなってるんですけども、まあ、それでもね、無料でそれだけもらえましたということなので、これ本当にね、やるかやらないかだと思うので、もう本当に、なんていうんですかね、まあ、騙されたと思ってて、騙すつもりはないんですけれども、本当にね、知ってるか知らないかですよね。だから、知っててやらないっていうのはすごくもったいないので、もう知ってしまったからには絶対ね、やっていただきたいと思います。本当にね、無料でこれだけの暗号通貨もらえるっていうのはね、はい、今やっぱりテレグラムボットアプリかなり来てますのでね、トンもね、今、コインマーケットキャップで8位くらいまで上がってんのかな。はい、かなりね、ユーザーも増えてるし、まあ、今後もどん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 ね、注目されて伸びていく、はい、暗号通貨であるし、アプリであるしということで、ぜひね、テレグラム系のアプリやっていただけたらと思います。はい。でですね、昨日解説したね、ソコイヌという、まあ、これもテレグラムアプリなんですけども、これがですね、なんとなんと、今朝ですね、メンバーが830人超えましたということで、もうすぐ1000人いきますよということで、かなりね、コミュニティが盛り上がってますと。で、ね、運営側もこれをね、認識していて、日本のコミュニティがめちゃくちゃ盛り上がってますよということで、ね、テレグラムで、はい、公表してましたね。で、とてもね、ベリーハッピーですよみたいな感じで、はい、書いてあったので、今後ですね、ますます日本のコミュニティ盛り上がっていくとね、注目されて、まあ様々なイベントとかも多分増えていくんだと思いますので、ぜひですね、昨日の動画まだ見てないよという方は昨日の動画見ていただいて、このソコイヌトークンですね、はい、で年内に上場する予定になっているので、まあ今年ね、あとは半年くらいですかね、半年くらい頑張ればね、上場して、もしかしたら無料でたくさんの暗号通貨ね、ゲットできる可能性がありますので、ぜひね、昨日の動画見てやっていただけたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。